湯野屋温泉は、富山県都並市の小川温泉郷に位置する温泉である。同県で、同じ都並地域の南都市にある湯野屋温泉との区別として、旧町名の小川町から小川湯野屋温泉、あるいは山の湯、石川方面からは小牧の湯、東の湯野屋とも言われる。古くは、平家の落ちうや木曽義中、上杉謙信などが発見したという伝説が残っていて、 その言い伝えに基づき1891年にホーリングで再輸出。その後幾度かボーリングし直し、食塩化土イ食塩泉、摂取41度の湯を得ることとなった。1922年開業の元温泉旅館で、現在は無人の温泉施設であり、入湯料の500円を置いて入浴する温泉である。 かつては宿泊施設です泊まりができたが、今は日帰り入浴のみを受け付けている。また、陶器は営業を休止する。小川橋の岸に位置しており、窓から小牧ダムの放水口や小川橋の風景を展望することができる。温泉の紛失口は男女の各浴室の仕切りをまたいでシーソー式となっており、片方を押し下げると、 もう片方の浴室でお湯が勢いよく噴き出す。流門岩を主体とする、硫黄や麻草の規定近くより自噴する温泉であり、洗温は40度前後と周囲の温泉群と比べて、低温なのが特徴である毎分202リットルが、自然自噴する深さ45メートルの、源泉かけ流しの温泉である。泉出表記に記載はされていないが、炭酸の泡立ちや、溶臭が感じられる。 得意なのは pH9.50 と周囲の温泉と比べて高 pH なところである温泉は河原の近くの内湯のみである。洪水で浴槽が埋まるのを防ぐため当地下のような作りになっている。高い天井と薄暗さに石の深い浴槽があり、まるで洞窟風呂のような趣きを持つ。温泉の噴出量が極めて多く、洗い場まで浸水して浴槽との区別がなくなり、 浴室全面にお湯が張り出すのが特色となっている。温泉の周辺にはいくつかの飲食店が所在している。ほか、施設内にビールの自動販売機がある。ありがとうございます。